どうも、皆さん、こんにちは。いつまでもダラダラとゲーム世帯中の人、エルザです。ブートヒルの情報が一部を除いて更新されましたね。やっと数値の倍率とか見れるようになっています。強化攻撃や必殺技の倍率が高い上に、撃破と盛るだけで最大回心率 30% や回心ダメージ 150% アップとなっており、なかなかいい性能になっていましたね。単体アタッカーで倍率が気になっていたので、アタッカーとして思ったよりも強そうかなと思います。なんですが、ブートヒルのスタイルを改めて見てみると、他のアタッカーと比べた時に何が強くて優れているのかっていうのがまだ分かりづらいなっていうところがありますよね。アタッカーの強さを把握しておかないと、ガチャで引けたとしてもイメージ通りにならないなっていうこともあるかと思います。ということで、今回はブートヒルは他のアタッカーよりも何が強いのかを比較して解説していきたいと思います。アタッカーといってもいろんな種類がありますからね。特徴を抑えながら紹介をしていきたいと思います。それでは解説をしていきましょう。まず比較をする前に、フォースタにおいてアタッカーのパターンを押さえていきたいと思います。今回は星5のみで解説をしていきます。まず現在のアタッカーたちはこんな感じになりますね。アタッカーの枠は現在15名ほどとなっています。数は多いんですが、攻撃方法を見ていくと大きく3つのパターンに分けられるかなというところですね。その3つのパターンの1つ目、単体特化型です。メンバーとしてはレイシオ、トパーズ、元凶、ゼイレとなります。ここには今回のブートヒールも含まれる項目だと思います。単体特化に関しては、遵守の運命のキャラが多く、追加攻撃持ちや攻撃回数が多いアタッカーがいます。敵一体に対して攻撃を集中するスタイルなので、複数戦においては向いていないという一面がありますね。ですが、連続で行動したりヒット数が多かったりと、単体に対して人生削りや連携が強いアタッカーが多くいるっていうのが特徴です。ボスや単体特化に対しては強いアタッカーという部類ですね。続いて2つ目、複数特化型になります。こちらに関しては、ヨミ、アルジェンティ、ケイリュウ、インゲツ、ジン、ケイゲン、ヒメコとなります。これに関しては拡散攻撃と全体攻撃を主軸としたアタッカーとなります。主に壊滅と遅延のキャラが多く、一撃の火力が高く、複数の敵をまとめて相手にできるっていうのが特徴ですね。こちらのキャラに関しては、それぞれ自身を強化する能力が備わっていたり、事象や状態変化などキャラによって様々な効果があります。編成に一人いれば何かと安定した火力をもたらしてくれるアタッカーが多くいますね。どの相手でも平均して火力が出せるアタッカーといったところになります。3つ目は特殊攻撃型となります。キャラクターとしては、ブラックスワン、カフカ、クラーラ、ベルトがそれにあたります。この方に関しては、持続ダメージやカウンターなど特殊なグループになっていますね。現在こちらのアタッカーはそこまで多くはないんですが、癖が強くなっています。基本的に編成が独特になっていたり、偏りがあったりっていうところですね。現在では持続ダメージはキャラが揃っている状態ではあり、今は問題はありませんが、クラーラやベルトは特殊編成が多くなります。まあ、ベルトに関しては超撃破とかですね、ここのあたりが伝えるようになってきてます。扱いや編成に左右される部分っていうのはありますが、敵に依存しない強さも持っているアタッカーが多いです。こちらの編成に関しては、使い方次第でズバ抜けた性能を出せるアタッカーが多くいます。フォースタのアタッカーについては、現在分けるならこんな感じになるかなっていうところですね。どのアタッカーの方もそれぞれ強みがあるっていうところですが、どれだけ汎用性があるかによって使い分けが重要になってきますね。それでは各アタッカーの比較をしていきたいと思います。まずはブートヒルの性能をまとめていきましょう。ブートヒルの性能としては、追加攻撃や複数攻撃といったものはありません。その代わりといってはなんですが、弱点撃破中の敵への追撃や遅延、物理弱点付与などがあります。項目自体は少ないところですが、その他の性能が単体に対して特化した内容となっています。しかもこれ倍率が高くなっているので、より性能を伸ばしている要因となってますね。ではこちらのブートヒルの性能を見ながら、他の方のキャラクターたちを見ていきたいと思います。まずはブートヒルと同じタイプの単体特化のアタッカーから見ていきます。ブートヒルに関しては、霊障などの追加攻撃型のアタッカーではなく、ゼールのような殲滅型になります。そのため追加攻撃などはなく、自身にバフを持ってどんどん敵を倒していくスタイルになりますね。
アタッカーとしてゼーレと同じようになるので、バフを持って援護するのが最適なのがわかるかなというところです。ただ、この枠の場合、単体特化のアタッカーなので、虚構除去といった連戦や複数の敵の場合は短期決戦は難しくなっています。また、レイジョーやトパーズのように追加攻撃で連携ができるということがないので、自分でどうにかしないといけないというのも特徴になりますね。続いて、複数型との比較です。こちらに関しては3体以上の敵に攻撃ができるアタッカーばかりとなっています。この時点でわかるかと思いますが、ブートヒルと違った強みを持っていることになるので、運用としてはこのアタッカーと被らないことが言えます。ただ似ている部分はあって、単体だけでなくバッファー助力がないと思ったよりも火力が落ちてしまうというところがありますね。その性能はもちろん高いというところはあるんですが、攻撃力バフや速度アップの恩恵を受けないと手数が増やしづらいアタッカーが多いです。ですがブートヒルは速度面においてはタリアを装備するため速度靴を履いたりと速くなり、しかも速度遅延があるため連続で動きやすくなるという特徴があります。この複数型と大きな違いとしてはその身軽さというところになりますね。なので全くタイプが違うものとなります。ブートヒルに関してこの複数型というイメージをしているとなかなか難しい運用になるかなと思いますね。最後に特殊型です。こちらは持続ダメージやカウンター型となるため、基本的にブートヒルと比較するのは難しくなっています。ただしフェルトは弱点撃破中の敵に対して余ダメアップの効果がありますので、この点はブートヒルと似ている部分かなと思います。特に超撃波編成に関しては今ベルトが流行っていますが、ブートヒルが入ると多分ブートヒルにその特権を奪われる可能性があるので、ベルトと比較するのが一番いいのかなと思います。またブートヒルは撃破特攻を伸ばすと火力が出ますが、この特殊型は攻撃や効果命中を伸ばして火力が上がるキャラがいるっていうのも特徴的です。そういった特殊な性能アップの点では似ている部分かもしれないですね。ですが攻撃のタイプで見ると複数以上の攻撃が多いため、ブートヒルよりも複数戦においては強い傾向となっています。そういった意味でも差別化できているキャラクターと言えますね。ということで各アタッカーとの比較としては以上となります。意外と比較してみると数値面っていうのもありますが、項目で見た時に意外と×が多かったりするので、なんかこの辺りは考えさせられるところがありますね。アタッカーをそれぞれの方に分けて比較してみましたが、いかがでしたでしょうか。ブートヒルに関してはやはりバフの傾向やターゲットの数などを見ていくと、順守らしく単独特化の効果となっていましたね。それでは改めて比較した上でブートヒルのアタッカーの性質をまとめたいと思います。単体殲滅型と特殊型を合わせ持つキャラというところですね。まずブートヒルは単体に対してはとにかく強いアタッカーとなっています。人生削りがトップクラスっていうだけではなく、弱点撃破からの高ダメージと自身の会心バフがあります。これにより弱点撃破さえしてしまえば安定した火力を与え続けれますので、1対1なら短期決戦に持っていけるアタッカーと言えます。弱点撃破ダメージっていうのはすごい特殊な部分っていうところあるんですが、やっぱ根本的には単体殲滅型かなっていうところになりますね。続いて2つ目、複数戦には向いていないというところです。先ほど単体に対してはかなり強い話をしていましたが、その反面複数の敵に対しては相性が悪くなっています。弱いっていうわけではないんですけど、他の複数攻撃を持っているキャラに比べると劣るという感じです。ブートヒルに関してはスキルや必殺技でも複数を狙える攻撃っていうのはありません。強化通常攻撃のはありますが、臨月のような範囲攻撃ではなくヒット数が増える攻撃となっているのでちょっと違うんですよね。そのため虚構除去などのように複数戦で使用するイメージを持っていると苦労することがありますので、相性は気にしておいた方がいいかなというところです。ゼールのように攻撃して次の敵次の敵っていうのがうまく連携できればもちろん強いのかなと思いますが、ブートヒルに関してはゼーレと違って単体と差しの勝負をするので、この辺りの違いとしてはやっぱ複数戦には向いていないかなっていうところかと思います。最後3つ目です。どんな敵にも対応ができるっていうところです。ブートヒルのアタッカーとしての一番の魅力などは敵でも対応ができるという点かと思います。これが非常に魅力的ですね。まず理由としては今までにない弱点付与ができるアタッカーとなっているため唯一無二となっています。敵を選ばずに倒すことが可能となっているんですよね。
しかもこの弱点付与に関してなんですが、まず公式の文章を見る限り基礎確率がないため必ず発動するようになってます。なので必中ですね。これは銀狼よりも優れた点となります。銀狼の場合は必中ではなく確率となるので、やっぱ違いとしてはでかいんですよね。そのためどんな相手でもブートヒルの得意な戦闘に持っていくことができるので、いつまでも使えるアタッカーになるんじゃないかなっていうのがとても魅力的かと思います。多分この部分が一番強いって言われてるところですよね。特殊効果で層を貯めるとどんどん上がっていくらしいので、このあたりはね非常に興味深いというか強い部分になるんじゃないかなと思います。まあ腐りにくい性能かなというところですね。それではこの3つの項目をまとめていきたいと思います。単体には向いているけど複数には弱い、でもどんな敵にでも対応できる素晴らしいアタッカーというところになりますね。エンドコンテンツでラウンド数を気にしないならアタッカーとしては十分な性能ですので、引く価値は高いキャラかなと思います。あとは新エンドコンテンツに関してが、もしかしたら単体特化のボスとかになればブートヒルが一番性能が高く相性が良くなるんじゃないかなというところですね。まあこれはあくまで予想となります。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、良ければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。